はい、レッドウィッチのパズごとをご説明いたします。ですね、この子も意外に多機能なので、ちょっと絞って説明できればなと思うんですけど、まずここがオンオフのスイッチと、ここがデッコイスがですね、発信と、オクターブが出せるというなかなかエグい子になってまして、なかなかすごい音が出るんですけども、それのオンオフ、あとはボリュームとファズレベルと、あとここはですね、発信した時の音の周波数帯をコントロールと、いいですね素晴らしい。でここが、音のゲート重なりを設定します。でここが、ゲインブーストのスイッチと、広域のブーストになります。じゃあ鳴らしてみましょう。このまでいいですね。インブースト、あ、です。この回すとこれノイズが、ファズと、ここのパラメータを回すとノイズが出るんですけど、これなんと仕様らしいです。ですね、独自の回路ゆえにノイズが出るんだと。いうことらしいですすごい仕様ですね。そこもまあ味なんじゃないかと思います。なんでこれは不良品じゃないです。全然ノイズが出る仕様になっています。広域ブースト、いいファズですねって感じなんですけど、こういってくる、ガリッとしますね。ここからですね、もうこのギターは弾かなくていいんじゃないかなという感じになってきますが、いきます。音量が、そして見てください。普通のファズとしてもめちゃくちゃ使えるので、全然色物と思わずですね、鳴らしてみてもらうと結構面白いんじゃないかと思いますね。このノイズも仕様だそうです。ないですね。ここまで見ると完全にシリコン音ですね。ファズだと思いますので、ぜひ、視聴してみてください。面白いです。